然災害、コロナウイルス感染症、戦争。私たち人類は多くの困難に立ち向かっています。でもどんな困難もみんなで力を合わせれば打ち勝つことができると信じています。東日本大震災から11年、あれからみんな一生懸命に生きてきました。みんなで助け合ってきました。明けない夜はない。大事なことは思いやり、愛、友情、感謝、そして笑顔。今日は皆さんとここで世界中の人とつながって、一緒に世界平和を祈りながら素敵な笑顔を交換できることを楽しみにしています。まだかな。来た来た。ナオミさん、お疲れ様でーす。浅野さん、塩釜からお疲れ様でーす。はい、遠くロンドンからお疲れ様でーす。すごい長旅でしたよ。はい、本当にありがとうございます。はい、さあこれからね、みんなと一緒に今日は笑顔になるために、いつもの会場、福島県にあるプリンスウィリアムズパークに行きますよ。行こう行こう行こう。今日は東日本大震災をこれからも忘れないということを再確認する日。そして震災の時にたくさん支援をしてくれたトンガが海底火山の噴火で大変なことになっているので、今度はみんなでトンガを応援しようという企画よ。ウィリアムズパークにある桜の木の下にみんな集合している時間だから、浅野さん、急ぎましょう。レッツゴー、レッツゴー。無事に到着しましたよ。マロトンガ、
ついに来ましたよ、浅野さん。はーい、来ましたね。いやー、すごい迫力だったでしょ。すごい迫力でした。ちょっと改めて直美さんも皆さんに挨拶してくださいよ。よろしくお願いします。鈴木直美です。よろしくお願いします。はい、もう迫力に負けておりますが、浅野武臣です。よろしくお願いいたします。本当にすごかった。すごかったよね、うん、ロンドンではね、やっぱりね、はい、あの太鼓がないとね、お祭りが始まらないっていう感じなんですよね。ジョージ・ヒロタ&ロンドン太鼓ドラマーズの皆さんの演奏でハーベストという曲を聴いていただきましたけれども、はい、リーダーのジョージさんからは、まあね、今日はトンガの皆様に前進と祈りのためのエネルギーをお送りしたいというね、メッセージをいただいてます。ありがとうございました。はい、ということでね、今日はトンガの皆さんにこういった日本の文化も知っていただきたいという思いも込めて、日本文化の素晴らしさをフューチャーしてお送りしたいと思っています。はい、今バックで流れています曲は、女性の津軽三味線ユニットアンミツのアンジョンロックです。これもかっこいいでしょ。かっこいいですね。女性2人でね、うん、ベンベンベンってやってるんですよね。2人なんですね。はい、素晴らしいです、うん、はい、今日はね、こういったバックミュージックまでね、すべて注目して楽しんでいただきたいと思います。はい、楽しんでいきましょう。はい、さあ、まあ楽しむ一方ですけれども、実は私もですね、宮城県は塩釜市ですけれども、あの地震がありましてですね、びっくりしました。私もびっくり、バーってヤフーニュースで入ってきて、もうすぐね、みんなの仲間のね、安否確認をしたら、みんな次々に、うん、あの無事です無事ですってしたので、安心したんですけれどもね、本当にびっくりしました。その後大丈夫ですか。そうですね、私の方もなんとか、まあ現状復旧に努めているという形でありますけれども、結構ね、あのびっくりして、僕があの使っている機材とかもうビョンビョン飛んできちゃったりとかね、しておりました。本当にびっくりしました。うーん、あのやっぱりね、この 3.11、 私はずっと We will never forget you というね、ことを忘れないでいいよということを毎年言い続けているんですけども、このね、意味もやっぱどんな時も災害の備えをしなくちゃいけないということも忘れないでいいよということなので、ね、一つのメッセージかなというふうに今回思いました。はい、はい、そして今年も東日本大震災をずっと忘れないという思いを込めて、世界中からアーティストが集結してメモリアル配信を企画しました。はい、僕たちのこと本当にいつも支えていただいたりしておりますけれども、さらにですね、今回は震災の時にトンガの人たちが私たち日本人をたくさん支援してくれたことに、今一度ですね、感謝申し上げたいという思いも込めた、そんな企画なんですよね。そうなんですよね。当時ね、トンガの国王陛下からも弔意のメッセージをいただいたりしましたし、本当にトンガの皆様には感謝をここで改めてお伝えしたいです。そしてね、今皆さんね、本当に世界中が大変なことになっていて、不安な日々を過ごされている方もね、多いと思いますけれどもね、今日はまたここでみんなでね、集結して世界平和のパワーをみんなでね、送って世界平和を一緒に祈りたいと思います。さあ、この配信ですが無料でご覧いただけますが、この内容にご賛同くださった方、そして音楽、歌が気に入ってくださった方、トンガのお話やメッセージ共感してくださった方、ぜひこちらの、はい、寄付の方法がございますので、ぜひ1000円からのご寄付をお願いしています。5000円以上ご寄付をくださった方には漏れなくプレゼントも用意していると、ナオミさん、なんかナオミさんの新曲をあるとかないとか。はい、はい、あのここだけの話なんですけど、5000円以上寄付してくださった方全員にですね、うん、もう漏れなく私の新曲を差し上げるんですが、まあちょっと詳細は一番最後にお伝えしますのでね、はい、最後まで聞いてくださいね。最後まで楽しみましょう。はい、そしてね、 QR コードこっちこっちこっちかこっちに QR コードもねありますので、こちらはですね、オンライン決済になってます。下はね、振り込みの詳細、オンライン決済、そして皆さんチャットの方こっち
こっち。チャットの方もみんなよろしくね。今日皆様からいただいたご寄付は、駐日トンガ大使館を通じて全額子ども支援のために責任を持って送らせていただきます。ご支援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次のパフォーマーをご紹介したいと思います。またまたロンドンからのご登場です。佐藤真美子さんが主催する着物で GO をご紹介したいと思います。佐藤真美子さんは着物の着付けから着物ドレスのファッションショーに至るまで、イギリスから着物の素晴らしさを世界に発信しています。これからご紹介します映像は、ロンドンで開催されたジャパン祭りのステージの様子ですが、映像の音楽は私の別ユニット AJ ユニティの音楽を使用させていただいてますので、そちらも注目して聞いてみてくださいね。それではどうぞ。
can be wise in the dark, in the light, and you can be in love at the same time. Like a flower in the sun, like a bullet without a gun, it is beautiful.ですが、この映像の最後の最後の方に映っていました素晴らしいバイオリニスト、龍馬さんがここ福島まで駆けつけてくださいました。龍馬さん、はい来た来たすごい、ありがとうございます。飛び出してきた本当に来た、ありがとうございます。来ちゃいました。来るかどうか分かんなかったけど本当に来た。ありがとうございます。はい、こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは、よろしくお願いします。浅野武文と申します。よろしくお願いいたします。バリネットの龍馬です。よろしくお願いします。はい、龍馬さんは本当にね素晴らしいバイオリニストなんですけれども、今ねあの着物で GO の映像の ここにですよ、分かる、ここに、うんうん、すごい必死でバイオリン弾いてる人とすごい必死で横で歌ってる私結構顔見合わせてねやってましたもんね、はい、そう、あの密かにねこの着物でゴールに出させていただいてたんですけどもね、あれは何年前、うん、5、6年前、もうそうですね5、6年前ですかね、うんうん、あの龍馬さんねジャパン祭りに参加してくも本当手弁当で来てくださって、参加してくださったんですけども、さっきね、はい、着物で GO の映像の中に流れてた音楽は、うん、私の別のユニットの AJ ユニティというバンドで、はい、龍馬くんフューチャーであの一緒にねコラボして作った曲だったんですよね、うんうん、そうですね、すごいかっこいいでしょ。いやーかっこいいですね素敵です、うん、そうすごいね、あのあれ評判良かったんですよね。どうでした、あの時ロンドンで初めて演奏されて。そうですね、あの時がロンドンでは本当初めてだったので、まあお客さんの反応とかどうなのかなっていうところもあったんですけど、いやめちゃくちゃ盛り上がってましたし、うん、まあ、うん、本当に今のねこのコロナでは考えられないぐらい密度の、はい、大人数が集まってまああれがね本来なら普通というかね、本当にあえて人が集まって一緒に楽しい時間過ごして、まあ、日本の文化とか、まあね、着物もそうなんですけど太鼓だったりとか三味線だったりね、いろんなものをこう体感皆さんにしていただいて、まあ、日本とねイギリスの文化交流というところだと思うので、まあ、その中にね、うん、僕も紋付き袴着て、演奏させていただいたんですけど、まあ、普段から、まあ、僕はその龍馬四重奏というバンドをやってるので、まあ、日本の伝統文化魂を世界にっていうコンセプトだったので、海外の方たちとこういろんなコラボをさせていただいて、あのすごく楽しかったなっていう思い出ですね。うん、よかった、うんうん、まあね、そんな龍馬くんなんですけども、実はですね浅野さん今ほら、はい、耳を澄ましてごらん、聞こえる、なんか素敵な、はい、聞こえてきましたよ、素敵な音楽、 あの歌ですか。そう、あの歌ですよ、有名なあの有名な、これね、虹が、そう、虹がかかるね、虹がかかっちゃってる、うん、オープニングでもねちょっとこう流れてたと思うんですけども、はい、なんとこれも龍馬くんが演奏してくださってるんです。そうだったんですか、はい、そうなんですよ、うん、素敵ですね。もう今回のねこの配信はもう龍馬くん大活躍っていう感じでね、もうせっかくなんでね、私の CD も漏れなく差し上げたいと思いますけどね、後から持って帰ってください、粗品に。いただきます。
はい、まあ、そんな龍馬くんなんですが、龍馬くんもね、実はですね、あの東日本大震災当時からものすごい支援活動されてるんですよね。ありがとうございます、うん、そうですね、あの震災10日後から、はい、まあ、ちょっと現地に入って、まあ、物資だったりとか、もちろん演奏も含めて、届けさせてもらって、この11年間で40回以上いろんな地域に通ってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつかね、あの私のこの支援活動ご一緒したいなって思ってて、今日は夢が叶ってよかったです、うんうん、ありがとうございます。こちらこそ。トンガの皆さんにもしメッセージがあったらお願いします。そうですね、東日本大震災の時にはですね、本当にあのすぐにまず政府の方からですね、多額の寄付いただきまして、で 僕もまだまだ知らなかったこともたくさんあるんだろうなと思ったので、実は調べさせていただきまして、さまざまな支援をトンガの方からしていただいたということで、まあ、里芋を送っていただいたりとか、子どもたちが本当にコインを1枚ずつ思いを込めて集めてくれて、小学校の子どもたちが、東日本の方たちにって言って集めてくださった寄付だったり、本当そういったあの思いですね、思いのある、ご支援をいただいたというところに僕もあの痛く感動しまして、今回その恩返しが何か少しでもできればなと思って、今回プロジェクト、はい、参加させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、こうやってねミュージシャンが集まってね、なんかこう輪になって応援を送ったり送られたりするっていうの、なんか私すごい素敵だなって思います。うん、そうですね、もうあの本当にこう世界は本来ね一つであって、まあ、そこにもちろん国境や言語や歴史やさまざまなものがあるんですけど、でも何かこう大変なことが起きた時にこうして助け合うその精神っていうのは、あの本当に美しいものですし、あの世界中がこうであってほしいなっていうふうに思うので、一国民がですね、あのそれぞれが少しずつできることを考えて、動いていけば、あの本当に素敵な、ね、世界になっていくんじゃないかなと本当思いますね。うん、ありがとうございます。まあ、今日はね本当にあのいっぱいなっていうか、あのいろいろとあのお手伝いいただいて嬉しいんですけども、いえいえ、あのしかもですね、あの、うん、龍馬くんからなんとプレゼントもあるということですが、はい、あの気持ちばかりなんですけど、僕がやっています、僕はバイオリンですけど、バイオリン津軽三味線篠笛鼓という、龍馬四重奏というバンドをさせてもらっています。このバンドで、出しているアルバムコネクティングというアルバムを、プレゼントさせていただければなと思うんですが、まあ、このコンセプトがですね、それこそ今回のコンセプトに本当に合うと思うんですけど、コロナ禍であえて出したアルバムになっています。それはもう人と人、世界をですねこうつなげていきたい、その思いですね、気持ちばかりですが、プレゼントご用意させていただきました。やったー、はい、これ私が応募しても当たるかな。で、今回その、配信にね参加していただいて、そのサイトの方からプレゼントをこう、ね、希望とか、あの龍馬四重奏龍馬のプレゼント希望とかって書いていただければ、あの抽選でね、当たるということなんで、もちろん直美さんも、はい、あの抽選で書いていただければ、あの公正なね、公正な抽選で、はい、はい、ちゃんと直美さんに当てませんよ、簡単には公正な抽選ですからね。じゃあそれはあの選ぶのは龍馬くんが選ぶってことでね、いいですかね。じゃあ抽選ですからね、あくまで抽選ですからね。ありがとうございました。ありがとうございます。お話伺ってたその龍馬四重奏の演奏をじゃあねここで聞きたいと思いますけれども、龍馬くんはねここでお別れとなりますけれども、はい、またね、寂しい、寂しい、日本でまた会える日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ここありがとうございます。福島ですけどね、じゃあ今度またロンドンで会える日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。龍馬くんちゃんの曲の紹介お願いします。はい、曲紹介させていただきます。龍馬四重奏で大和。
マドトンガ。いやー、かっこよかったですが、はい、これはちょっと曲ものすごくいい曲ですね。うん、でしょ。これね、実は私もちょっと作曲に加担してるんです。はい、いやー、かっこよかったですし、そして着物でゴー。うん。いやー、なんて言うんでしょう。その日本の文化と、いろいろ西洋の文化じゃないんですけど、なんかちゃんとこう日本の良さを伝わってるなーっていう、そんな印象を受けました。そうですね、本当に外国人の人がねすごく楽しみにしていて、日本の文化をね本当に世界に発信してくれてるなーって思うんですよね。うまくアレンジして、うん、西洋風にアレンジして、で龍馬くんの龍馬四重奏の演奏もそうなんですけどね、すごくこう西洋のリズムと日本のね和楽器のいいところがすごくコラボレーションしてて、すごい素敵でしたよね。素敵でした。やっぱりじっくりね聞きたいという方も改めていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、うん、さてここでですよ。5000円以上、はい、5000円以上をご寄付してくださった方には、はい、この龍馬四重奏の CD を抽選でプレゼントいたします。はい、まだ間に合いますのでよろしくお願いします。間に合います。プレゼントも間に合いますよ。間に合います。4月11日ね、あ、QR コードね、まずは QR コード、はい、教えましょう。はい、4月11日まで受け付けています。はい、2週間ね、皆さんチャンスありますからね、リピートを何回も見ていただいて、はい、何回も寄付していただいても結構ですけどね。あとチャットもよろしくお願いします。はい、こっちか、チャット、チャット、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあさあさあ、ナミさん、はい、お待たせいたしました。はい、やはりね、今回のテーマでもございますトンガ、お話を聞くコーナーに行きたいと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、それではですね、うん、ちょっとお客様をお迎えに行ってまいりますのでね、はい、私ナオミの部屋へこのまま移動させていただきますけれども、よろしいでしょうか。一人で行っちゃうの。ちょっとね、ナオミの部屋がちょっとちっちゃいんですよ。あ、じゃあしょうがない。密は避けなくちゃいけませんからね。そう、うん、まあこの時期なんでちょっと密は避けるということで、ね、かります。じゃあね、浅田さん、行ってらっしゃい。ユーレイター、またね。ユーレイター。はい。さあ、その間にこちらの方々をご紹介したいと思います。ひなりラトゥーさんをご紹介します。トンガ出身で元ラグビー日本代表として活躍され、日本とトンガの2カ国で代表を経験されました。現在 NPO 法人日本トンガ友好協会代表でいらっしゃり、日本とトンガの架け橋をされています。尾上香織さんをご紹介しましょう。 JICA 国際協力推進員でいらっしゃいます。 JICA 海外協力隊としてトンガで弦楽器指導をされていました。今日は被災後のトンガからのお写真などをご紹介くださいます。かおりさんのバイオリンの伴奏でシナリラトゥーさんのフットワークも軽やかですね。福島県でお待ちしてます。ようこそいらっしゃいませ。ナオミの部屋にお越しいただきましてどうもありがとうございます。ひなりラトゥーさん、尾上香織さん、まずね、まあ、ちょっとくつろいでいただきたいので、ちょっとお茶などをねまず召し上がっていただきたいと思いますけれどもね、今日はですね、日本文化を、まあ、トンガの皆様にも見ていただきたい、ご紹介したいということでね、まあ、和室をご用意しております。そしてね、そちらでございますけれども、お茶をちょっと立てておりますので召し上がっていただきたいと思います。どうぞ。お茶と和菓子でございます。香織さんもどうぞ。ありがとうございます。いただきます。いただいてください。ありがとうございます。今日はですね、東日本大震災11年目のメモリアル企画としてお送りしていますけれどもね、実はですね、皆さんご存知と思いますけれども、東日本大震災の時にトンガの皆さんがすごくいっぱい支援をしてくれたというねことがあるんですけれども、それはですね、今回のこの
企画のホームページの方にも説明してありますけれどもね、ちょっとご説明してみたいと思います。はい、東日本大震災の時にトンガの皆さんがしてくれたこと、それはですね、たくさんの募金活動をしてくださいました。学生の皆さんがね、街頭で呼びかけて寄付募金活動をしてくださいました。それから山芋やかぼちゃなどをね、食べ物をたくさん送ってくださいました。そうしたね、トンガの皆さんのご支援に今日はね、本当に皆さん感謝したいということでね、皆様からのありがとうを伝えたいと思います。本当にどうもありがとうございました。しなりさん、当時のことを何か覚えていらっしゃいますか？2回3回にだかな、会社の、うん、みんな外に走っていくのは覚えてましたね。うん、はい、うん、そしてね、トンガの皆さんがたくさん支援をしてくださったっていうことなんですけれども、まあ、そのことについて何か思い出ありますか？いや、まあ、それはね、まあ、ありがたいことですけどね、まあ、おそらく、日本だけじゃなくて、まあ、どっかにそういうことが起きれば必ずね、まあ、どこから少しでも、まあ、みんな多分寄付をしていると思いますので、まあ、ありがたいことですね。嬉しかったです。はい、うん、本当にね、トンガの皆さんの温かい心がね、伝わってきたと思うんですけれども、で、香里さんは当時はどこにいらっしゃいました？ロンドンにちょうど留学をしている時でした。最初何が起こったのか全く分からなくって、バスに乗っている時に何か日本で何かが起こったみたいなことを聞いて、家々がなんかもう本当おもちゃのようにこう流されている風景を目の当たりにした時は、もう本当に胸が張り裂けそうになりましたし、本当に起こったことなのかって信じられない気持ちでいっぱいでした。はい。しなりさんは今日本には何年ぐらいいらっしゃるんですか？38年ですかね。はい。38年。はい、で、まあ、もちろん噴火の後はトンガには戻られてないんですよね。そうです。うん。ご家族とかお友達とか、うん、トンガにいらっしゃるんですよね。いますね。はい。うん。心配ですね。そうですね、心配ですね、はい、ご家族やお友達から今のトンガの状況とか何か伺ってますか？まあ、いろんな支援もね、いろんなとこから支援も出るので、まあ、ただしその上でね、持っていた支援の中でもうコロナが入ってしまったっていうのがちょっと心配ですね。そうですね、まあ、今ね、ちょっとお写真の方をご紹介していって、ちょっとご説明していただきたいと思うんですけれども、現在のね、トンガの様子のお写真がこちらにございます。はい。このね、お写真は先ほど、かおりさんの方からいただいたんですけれども、これは、私が赴任していた時に教えていた学校の、校庭の様子です。まだまだ灰がたくさんあってお掃除が大変みたいな感じですよね。かなり火山灰が積もったようで掃除も大変だったようです。うん、はい。これはタラマフマゲットだと思います。これは起きた当時のですね。負担であればここに食べ物が並んだりしてホテルが多いんですけど、もうこれ見た通り何もないですもんね。はい、負担であればここにぎやかな場所なんで人がたくさん通ってるところなので、はい、これは、学校の中に火山灰が、入ってきてしまって、まあ、そこを掃除してる様子ですね。こういろんな学校の中でも何か行事ができる状態じゃないですよね、これではね。ですね。これも火山灰で緑の木のはずが葉っぱがですね、すべて火山灰で枯れたようになってしまっている様子ですね。火山灰で結構植物とか農作物も被害を受けていると聞いてます。うん、そういう意味ではね、やっぱり長期的な支援っていうのはやっぱり必要なんですよね。
そうですね、うん、一番町のこう中心部の通りの様子なんですけれども、あの足跡を見ていただけるとわかるかなと思いますが、かなりの火山灰の積もり方かなと、はい、思いますね。本当ですね、なんか雪が降った後みたいにね、しっかり足跡がついてますよね。やっぱりこれだけ灰が積もってるとやっぱ健康にも良くないですよね。そうですね、あの健康面の被害も懸念されていると思います。これはあの解決方法としてはもう自分たちでお掃除をするっていうことしかないんですかね。そうですね、自分たちで頑張ってあの処分するしかできないですね。うん、はい、でも屋根とかね大変ですよね。屋根結構大変だと思いますけど、まあ、そこはまあ危ない、高いところはね雨に任せるしか、雨降ってもらえればまあ綺麗になると思いますけどね。じゃあ皆さんね、雨が降るのをもう待ち望んでるっていう感じですよね。そうですね、はい。これは、トンガタプ島という首都のある島で一番きれいと言われているハータフビーチというところがあるんですが、そこが、津波の被害を受けた様子です。かなりね津波が大きかったっていうのがこの写真からわかりますよね。ここはですね、あのリショートがあるんですよね。結構きれいなリショートがあるんですが、うん、もうこの見た通り何もないです。建物もないし、なくなってましたね。それはね、あの新内さんにとってもとっても切ないですよね。悲しいですよね。本当に一日も早いね、復興を私たちもお祈りしています。昨日、あの確か香織さん、トンガの子どもたちとオンラインでつながったんですよね。はい。様子はどうですか？笑顔が戻ってきてるとか。だいぶ私から見た印象としては、あのすごく笑顔が、あの素敵な笑顔が見られました。あ、それは良かったですね、うんうん。ありがとうございました。ねえ、皆さん、あのトンガの状況を今写真でご覧いただいたかと思いますけれどもね、やっぱりまだまだ支援が必要です。皆様のご寄付、ご支援をお待ちしております。お申し込み方法はですね、YouTube のこの下のリンク、もしくはここにある、こっちかな?ここにあるですね、あの QR コードからね、飛んでいただいて、ぜひぜひ皆さんのご支援どうぞよろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい。そしてね、今日はね、東日本大震災の時にたくさん支援をしてくれたトンガの皆さんにありがとうをね、言うということがね、大きなテーマになってますので、皆さん、マロトンガのサイトの方からね、ぜひメッセージの方もお送りいただきたいと思います。お待ちしてます。またはね、コメント欄、こっち、ラトゥーさんね、こっちね、こっちに、そっちです。コメントお願いします。コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。トンガの皆さんに応援メッセージたくさん書いてくださいね。よろしくお願いいたします。ということでね、今あのトンガの、噴火の後の様子をご覧いただきましたけれども、ここで、まだトンガに行ったことのない人たちのためにタイムマシンに乗って少し前のトンガに旅をしよう。トンガだ、トンガだ。わー、いたー。トンガだ。すげえ。わー、綺麗な海ですね。なんかここでのんびりしたいっていう感じですね。そうですね、懐かしいですね。これはトンガで有名な三石島ハーモンガという観光地です。違うところから持ってきて、どうやって持ってくるのも、あの大体みんなわからないんですよ。多分どっから持ってくるの、結構あれ普通の人ってできるものじゃないんですよね、多分ね。その当時おそらく今の
マシンでこう上げたりとかできなかったんで、どうやって皆さんが立ち上げたというのはもう不思議なもんであって、太陽の時計って言われてる名前も言われてますね、わしらっていう。結構まだわからないところがいっぱいあるところなんですね。 謎なんですね。謎のあるところが多い、はい、雨をためる雨水を飲むがほとんどが多いんですよね、使ってるのは。だこれは雨水をためるタンクなんです。溜めてるタンクなんですね。だから今回の津波火山灰も、ね、結構多かったんで、おそらく中に入ってるところが結構多かったみたいで、結構最初水が欲しかったっていうのは確かで言われてますね。火山灰が入るところはやっぱり飲めなくなったので、だから今回のトンガが結構大変だったみたい。はい、あ、これはうちのタンクですね。私が使ってた雨水タンクでした。はい、雨水がでも飲めるってすごいですよね。そうですよね。ただ日本人は多分免疫がないので、雨水直接飲んじゃうとお腹壊してしまうので、必ず煮沸して飲んでねって言われてました。お湯はどういうふうに湧いてくるんですか？ガスですか？基本的にはお湯は出ないですよね、しなりさん。お湯はほとんど、まあ、ないかもしれないですね。出るとまあ少ないんです。まあ暖かいんで結構、まあ、みんな水浴びたりとかするのがほとんどなんで。じゃあお風呂の水もこのタンクからの水を使う？そうですね。あと、はい、はい、これは、トンガで一番大きなフェスティバルとも言われている農業祭の時の様子なんですが、お芋だけじゃなくて本当に数々の農作物が一堂にこう会する、ま、お祭りで、例えば豚とか牛とかも品評会みたいな形で、大きなすごい出来のいいものは王様に献上されるとか、そういう感じのお祭りです。ああ、そうですね。なんかお祝いとか、そういう誕生日なりとか、いろんなあるじゃないですか。その時に来てる皆さんにこう渡すもの、あれはみんなで食べるものとかね。必ず今言ってるのは、この豚の丸焼き。あ、これは民族衣装を着られてますね。これがトンガの、まあ、いわゆる正装で、腰に巻いてるのがタオバラと、私が巻いてるのはキエキエと言って、はい。タオバラは男女兼用なんですけど、キエキエは女性だけがつける、はい、民族衣装になります。お祭りとか？祭りとかもそうだし、例えば結婚式とか、うん、その時に結構そういう格好で踊る女性がほとんどですね。うん、なるほど。すごい素敵、かわいい。下に敷いてるのがバナナの葉っぱで、バナナの葉っぱをお皿代わりにして、みんなでシェアして食べているという様子です。トンガはこのシェア文化っていうのがすごく強くて、何でもみんなでシェアしようという、はい、お互い助け合って生きているっていうのが、はい、印象的でした。お習字ですよね。そうなんです。トンガでは、実は、中学校と高校で、日本語の授業を選択で受けれる学校があります。ね、すごい。やっぱりすごい親日国なんですよね。やっぱこの日本語の授業を受けられるっていうのは、すごい初めて知ったんですけど。ね、すごい。はい。嬉しいですね。いや、本当に嬉しかったですね。はい、しかも、すごい上手ですよね。ね、皆さん上手でびっくりしました。かおりさんはね、JICA海外協力隊として、まあ、弦楽器をね、教えられていたっていうことなんですよね。はい。どうですか、その、皆さんとの交流はまだありますか？帰国した後も、もちろんやりとりはしていますし、あと、オンラインで、たまにこう、弦楽器の指導をしたりということもやっています。ね、お友達もトンガにたくさんいらっしゃって、やっぱり心配ですよね。そうですね。本当に早くみんなの本当に心から元気な姿を見たいなと思います。
これはね、まあ、トンガに言えば、まあ、ココナッツですかね。ココナッツの木でいう。はい、上まで行くの大変ですよね、これね。でも、みんな結構登って撮ってたりしますんで。じゃあ、新内さんはこうやって登って撮ってたんですか？ちっちゃいところもいましたけど、今は重くて。今ね、それではね、トンガを駆け足で旅行してみましたけれどもね、夕焼けを見ながら、また茶の間の方に戻ってみたいと思います。トンガありがとう。またトンガに遊びに行きたいと思います。See you, トンガ。ありがとう。ありがとうございます。ございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。トンガへの旅、本当に一日も早く美しいトンガが戻ってくることを心からお祈りしています。そしてね、皆さんのご支援、それからね、こちらメッセージの方もね、お待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、しのりさん、実はですね、私ちょっとご紹介したいアーティストがいるんですけれども、今回たまたま、一緒にこの配信企画をやりませんかと言ってね、お声掛けをした宮城県のサムライアパートメントというね、アーティストさんなんですが、実はそのサムライアパートメント、トンガの、ね、噴火が起こった時にすぐ T シャツを作って売って寄付金にして、すぐにしなりさんの日本トンガ友好協会に送られたということなんですよね。で、その話をですね、最近知りまして、なんというね、まあ、偶然なんだろうっていうふうに思ったんですけども、まずね、そのアーティストさんの音楽をちょっとね、ここで聞いてみたいと思いますけども、よろしいでしょうか。お願いします。Thank you.
や、よかったです。私もですね、実は CT をいただきまして、送られてきて、義援金もね、もらいましたので、ですぐ彼に電話したので、ありがとうございます。伝えました。すごいご縁ですよね。そうですね。はい。うん、でですね、しなりさん。はい。実はですね、今日、そのサムライアパートメントのメンバーをここにお呼びしてるんですよ。本当ですか。わあ、いらっしゃいませ。サムライアパートメントの千葉京さんとして、ね、青い鯉のぼりプロジェクトの伊藤健人さん、ようこそいらっしゃいませ。波の部屋へ。どうもこんばんは。噂をしていた方々ですよ。はい、こんばんは。噂になったんですね。そう、ね、この間サムラーアパートメントがすぐさま、はい、しなりさんのところにね、募金活動されたということで、今日ね、その T シャツも着てくださってるんですよね。はい。そう、すごい、そのね。ありがとうございます。もらいます。本当に偶然ね、このようなつながりがあって、私、ね、すごい感動してるんですよね。全然知らなくて。じゃあもう、ここでね、ぜひぜひ、しなりさんと会っていただこうということで、ね、今、早速ね、はい、曲を聴いていただいて、もう、しなりさん、涙流してましたよ。ああ、ありがとうございます。今日はね、宮城から来てくださいましたので、福島県の、プリンス・ウィリアム・パークの、歯科組織の中の直美の部屋の茶室ですから。はい、はい、まあ、そんなに遠くないのでね、宮城からは。はい、そうですね。まあでも一応ね、ちょっとまあお疲れだと思います、はい、お茶をまずね、召し上がってちょっと一息入れていただきたいと思います。どうぞ。はい、お、まあ、粗茶でございますけれどもね、お茶と和菓子とご用意しております。結構な手前で。もう私もね、ロンドンから来て結構大変なんですけどもね、はい、一生懸命今お茶の入れ方習いましたのでね、急遽皆さん。なるほど。ロンドン仕立てでございますけれども。お茶、ありがとう。ありがとうございます。はい。ということでね、お越しいただいたんですけれども、まずね、千葉さんにお伺いしたいんですが、はい、まあ、今回、トンガの災害が起こった時に、はい、まあ、本当にいち早く支援活動をされたということなんですけれども、はい、まあ、どうしてそういう、はい、お気持ちでされたんでしょうか。自分たちも東日本大震災を経験していて、やっぱりその際に、本当に一番、ね、トンガの皆さんが日本に対して、東北に対して支援と心の応援と、していただいたっていうことはもう本当に知っていて、やっぱりなかなか今何が必要で何が送ったらいいのかとか、本当に人がどうなってるのかっていうのも分からなかったんですけど、でもやっぱりなんかこう動かずにはいられないよねっていう、自分の親父でありプロデューサーの共同代表の千葉修とお話をして、まあ、自分たちにまずはできることということで、まあ、この T シャツをですね作らせていただいて、自分たちもやっぱり今コロナとかもなかなかライブ活動っていうところがあまりこう頻繁にできないので、ネット販売でこの T シャツを販売することによって、まあ、皆さんからのお持ちを集めるっていうことができるんじゃないだろうかっていうことで、もうすぐにデザインを親父の方が制作して、それをもうすぐ SNS とかでアップしたら、やっぱり自分たちのファンの方々ももうすぐに協力してくれてですね、本当に多くはないんですけれども、まあ、自分たちの思いをですね届けさせていただいたという感じですね。はい。ね、本当素晴らしい活動でね、こういうふうにトンガと東日本大震災の被災地がすぐさまつながるっていうことのお話に私本当に感動しました。うんうん、伊藤さん、当時トンガの方々がいろいろな支援をされたっていうことをご存知でしたか。はい、トンガの皆さんの支援、まあ、自分自身もその当時は
すごくその被災した状況とかの中で、なかなかそういうことをこう知る機会っていうのはなかったんですけど、改めてやっぱり知ってみると、そのトンガの皆さんが、多くの寄付金を送ってくれたりとか、あとは里芋を送ってくれたんですよね。日本の方に送ってくれたりとか、遠く離れた国ではあるんですけど、同じその津波っていうところの被害を受けたっていうところで、そういうこう、数とか、規模とかではないところの気持ちの部分ですごい温かい人たちがたくさんいるんだなっていうのはすごく感じましたね。ひなりさん、今のお話を聞いていかがですか？いや、嬉しいですね。もう本当に、ありがとうございます。このね、本当に、嬉しいお話なんですけども、偶然とはいえですね、この番組配信を通じて、ここでね、皆さんがつながれたことっていうのは、私は今本当にね、嬉しく思ってます。で、これからもね、この友情をね、本当ね、すごいことですよね。この友情、これを機会にね、つなげていければと思うんですけれども、はい、ね、さっきもね、本当に素晴らしい演奏を聴かせていただいたんですけれども、はい、伊藤さんもね、サポートメンバーとして、サムラアパートメントに参加されてるんですよね。そうですね、サポートドラムで、その参加させてもらってました。うん、はい。で、まあ、その伊藤さんなんですが、東北の方はご存知だと思いますけれども、青い鯉のぼりプロジェクトというのをね、主催されてるんですよね。そうですね。こちらがね、青い鯉のぼりプロジェクトということなんですけれども、はい、まず伊藤さんの方からこの青い鯉のぼりプロジェクトを、ご説明いただけますか？はい。2011年の東日本大震災ですね、宮城県の東松島市っていうところに住んでて、沿岸の大曲浜っていう町に住んでたんですけど、そこに津波が襲来して、まあ、4人家族が亡くなってしまったんですね。おじいさんとおばあさん、あとお母さんと、あと当時 5歳の弟、律っていう名前の男の子いたんですけど、震災前その自分、鯉のぼりをあげる、習慣がすごくこう家族の思い出の行事になっていて、その行事であげていた鯉のぼりが、まあその流されずに済んで家の前にあったのを家の前に掲げたところからこのプロジェクト始まっていくんですけど、まあ最初はそのすごく小さなその家族っていう自分の家族のためにっていうところと、あと自分自身はそうですね、自分自身がこれから進んでいくための道、気持ちであげたんですけど、そこに多くの人が、共感をしてくれて、で、今いる共産とか、共同代表千葉の方と、プロジェクトを立ち上げて、2011年の5月5日には200匹ですね、全国から、青い鯉のぼりを寄贈してもらって、大空に子供たちが寂しくないようにとあげたんですね。その活動が、まあ、もう11年、おとといで迎えてですね、これまで集まった青い鯉のぼりは2000匹集まってまして、本当に全国からですね、集まってましたし、あとは世界中ですね、日本を越えて鯉のぼりを送ってくれる人たちもたくさんいます。鎮魂と追悼の思いっていうのは初めから変わってはいないんですけど、今は今を生きる人たちの未来に向かう証として力になるきっかけとして、今も僕たちは鯉のぼりをここで掲揚してて、まあ、これから先100年続くお祭りとして自分たちはこの青い鯉のぼりを未来に残していきたいなと思いながら活動をしています。写真を見るだけでもとても壮大な感じなんですけれども、はい、しなりさん、どうでしょう？いやー、すごいですね。すごいし、綺麗だし、見てみたいですね。ぜひ、見てみてください。ありがとうございます。ぜひね、これを機会に、しなりさんも東北に行かれてね、この青い鯉のぼりを見ていただきたいと思うんですけど、今も期間限定みたいな形で、こういうふうに青い鯉のぼりを。そうですね。3月11日から、鯉のぼりはもう上げていて、あと4月中旬に大きな鯉のぼりを上げて、で、5月5日に、その下で、青い鯉のぼりの下に腰を下ろす会ということで、和太鼓の演奏とアーティストの演奏、あとは炊き出しとか、まあ、出店とかですね、あって、催し物としてそこでみんなで集まって、青い鯉のぼりの下でこう、戯れるというか、語り合うというか、そういう時間を作ってますね。
これはつけているところですね。そうですね。今年の3月11日にみんなで集まってロープに鯉のぼりをつけているシーンですね。はい。山本監督もいます。そうなんですよ。映ってますね。前回のですね、10月に私が開催しました、はい、子ども支援のやはりこういったチャリティーの配信番組をやったんですけども、ちょうどその時に映画監督の山本監督がゲストでいらっしゃって、子どもの未来についてのお話をディスカッションしてくださったんですけれども、その時に青い鯉のぼりのことをね、映画の中に盛り込むというお話をされていて、すごいご縁も、ここにもご縁を感じてて、うん、で、こう写真の中にね、その写真、山本監督が、まあ、今、一生懸命鯉のぼりをつけてらっしゃるね、シーンがあるんですけども、不思議なご縁を感じますよね。これから、やはり東日本大震災を忘れないっていうことを、世界からも、それからトンガからも、日本各地からも、思いをつなげていかなきゃいけないこう使命があるのかなっていうふうにね思ったりしますけどね。まあ、鯉のぼり本当にたくさんあるので、こういう大きな会場でみんなで集計作業と、あとはその壊れてしまった鯉のぼりとかもあるので、そういうのをこうみんなで集まって修繕とか整理するんですけど、僕もこの集計の時間とかっていうのはすごいこうみんながこう手と手をこう取り合ってやっている時間がすごい心地いいなって感じる瞬間もあったりとかして、逆にこういう時間がないとやっぱり青い鯉のぼりもたくさんやって大空を泳ぐことができないので、本当に自分としてもすごいありがたい気持ち感じながらやっているシーンで、人と人との本当つながりですよね。それ感じますよね。うん、はい、ありがとうございました。この青い鯉のぼりプロジェクトというのは、まあ、発足当時から私存じ上げていたんですけれども、はい、今伊藤さんからねご説明いただいたように、伊藤さんのご家族が亡くなったっていうところのお話からあって、ドロドロになった鯉のぼりを発見して、それを皆さんに勇気を与えるために飾ったっていうところで、私はもう本当に当時号泣してしまったんですね。なんかすごくね、私はイギリスに住んでいて現地の人ではないし、実際被災したわけでもないので、なんかこうこのお話を私が取り上げることがすごい、なんかなんていうんですかね、おこがましいというか、なんかすごく申し訳ない気がして、本当遠くからね何年も見守っていたんですよね。あ、すいません、ちょっと泣いちゃいますけど、ありがとうございます。皆さん、すごい遠くからねいつも見守っていたんですけども、今回この機会で伊藤さんの話を直接聞くことができてすごい良かったなって思ってるし、自然災害っていうのは止められませんけれども、コロナになってみんなすごくね苦しい思いしたり、戦争になって不安になったりって、なんか世の中がとっても辛い世の中だと思うんですよね、皆さんにとって。だけどこの鯉のぼりの、もちろん東日本大震災に被災された方への勇気にもなると思いますけれども、すべてのことへの平和をこの鯉のぼりを見ながらねお祈りしたいなって本当に思います。みんなと一緒にね、心を合わせて世界平和と、だからみんなの本当に幸せで、世界中の人たちが笑顔になれるように、私たちエンターテイナーが、そしてスポーツ選手やね、できることを、それぞれがねできることをやって、世界中の人たちが笑顔になれるような活動をねこれから一緒にしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。東日本大震災っていうことだけじゃなくて、本当に皆さんおっしゃる通り、さまざまね世界で起きている自然災害に対してどういうふうに向き合って、で本当にそういう壮大な自然だからこそ、人間がどうやって生きるか生かされているっていうことを忘れないでね、なんかそうやってでもみんなでこうスクラムを組んで助け合っていけるように、本当に平和を望んでいければいいなというふうに皆さんの話を聞いて改めて思いました。青い鯉のぼりは震災をやっぱり受けた受けないっていうところではなくて、本当にすごく大きな意味での
先ほどもおっしゃってたその平和の象徴というか希望の象徴にやっぱりここ10年を超えて11年目を今過ごしてますけど、すごいそういう存在になってきてるのかなっていうのを僕自身もすごく感じていて、それは僕にとってもすごく嬉しいことであるし、必ずこの期間3月11日5月5日っていうのは自分にとって後ろも前もちゃんとこう見つめることができる時間なのかなっていうふうに思ってますし、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。2011年からね、そういうさっき鯉のぼりの話、そういうとこ11年間すごい、それは勉強になりました。僕もこういう陰に、こういう陰に何とかこうやっていきたい、そういうとやっていきたいなとは思いますね。なんかいろんなそういう活動、できれば人の役に立ちたいっていうのは、なんかすごく大切なことかなっていうのは思います。伊藤さんも、本当におつらい中、本当にこのような活動されるっていう、最初のステップはとっても勇気がいることだったと思うんですよね。でもそのおかげで、今、ここにいるみんな、そしてこれを、見てくださってる皆さんが本当にたくさんの勇気をもらったと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これからの活動も応援してます。こちらがその絵本ということですよね。はい、私とあと他の元 JICA 海外協力隊員5名で制作をしたトンガの日常生活を描いた絵本、オファアトゥと言います。トンガ語で愛するという意味です。相手を大切に思うときにトンガ人がよく使う言葉です。トンガの少年シオネ君が自分の一週間を通してトンガのことを誇りに思う気持ちをですね、暮らしや文化、伝統などを通して紹介しています。もし見たいっていう方がいらっしゃいましたら、動画を配信し始めましたので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。しなりさん。はい。ラグビー元日本代表主将でいらっしゃいました、三内拓郎さんからメッセージが届いてます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。ラグビー元日本代表、三内です。私は今岩手県釜石市に来てます、ちょうど11年前の3月11日東日本大震災によって被災した地であり、11年間たくさんの方々のサポートを受け、復興した地でもあります。特に前日、津波によって被災したトンガの方からはたくさんのサポートをいただきました。日本とトンガ、ラグビーを通じてとても深い関係にある両国ですが、今回のチャリティを通じてトンガの方々から受けたサポートに対して少しでも恩返しをしたいなと思います。皆様のサポートよろしくお願いします。三内さん、どうもありがとうございました。しなりさん、いかがでしょうか。嬉しいです。本当に、そういうね、後輩からそういうメッセージをいただいて、非常に嬉しく思います。本当に身内にはありがとうございます。ありがとうございました。しなりさんが今日お越しになるということでね、もう身内さんが本当にメッセージをくださってありがとうございました。これからもまた応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はたくさんのお話をありがとうございました。しなりラトゥーさん、そして世の上香織さん、お忙しいところ波の部屋にお越しいただきましてありがとうございました。トンガの皆さん、一日も早い復興をお祈りしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ただいま。おかえり、待ってたよ。どうでした、佐野さん。いやー、ラトゥーさん、とっても優しくていい方ですね。うん、もうすごいなんかね、うん、包み込んでくださるようなね、うん、感じだったですよね。でもまだまだ支援が必要だということは分かりましたね。皆様もぜひ応援よろしくお願いします。改めまして応援よろしくお願いいたします。はい、浅野さん。はい。実はですね、うん、ここですごいニュースがあるんですよ。ほうほうほう、なんでしょう。なんとですね、うん、中日トンガ大使よりメッセージが
届いてるんです。なんとなんと、直前まで知らされてなくって、とても驚いてるんですけれども、本当にありがたいし、もうとっても感動してます、それでは大師のメッセージです。ダポモエンアトアマスマスヨクアフィオエタオロトロトガダポモエネアフィオトポワノクエトウィワロトガカオマエタヒネクエニナナスパウファタポワッケタンピニスカラオミトポウトウカララカオマーオウイキファタポワッケタンテイクパレミアウアカブメイビクマイホウイクメイミパレカプネティアエネアフィオアコウコリギウファンアンアファタポウファアファキカヤタケフカホコアトハレアコウヒコイコンセッフィンアトコニアイカインアシアパニトウングアイファタマクフカナトウラムマウマウナイホコメヘマプナウエモウナフィマペアウコウラナイトウアタフォンワイエフィアフィアタアニマサンワリアタウニアコウコレペケアタペモアケウフェイナケフカホコエキイレアノウノウコエニイエレファンオフォアマヘニコウヒコエタウカウナフォノガオクタウカウキヘフェインオアマラキファウコザイトウキオトンガ王国大使館よりご挨拶申し上げます。デイビッド・ソカマンギシと思います。本日はこの重要なイベントに参加できて光栄です。1月15日に発生した火山噴火と津波は未曾有の自然災害でした。私たちは現在も食料や水被害の大きかった住民のための間接住宅の確保、また支援物資受け入れに伴うこのコロナウイルス感染拡大の健康危機管理に対応しています。トンガ王国政府、特にトンガ王国国民を代表して短中長期にわたるより良い復興のためにトンガへのあったかいご支援に感謝も仕上げます。そして私たちを一つにまとめてくれた素晴らしく思いやりのある友人鈴木直美さんの情熱とエネルギーに感謝したいと思います。マーロハピトオファート。大使どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、直美さん、ずっと気になってたんですけれども、はい、後ろの背景とっても綺麗な柄なんですが、直美さんが描いたんですか？もう私に決まってるわけないじゃないこの才能ね、あったらすごいなと思っちゃったけど、やっぱり違ってましたか？そうなんですよ、うん、今日はね、世界に日本の文化を発信しようというのがテーマの一つだったんですけども、はい、この日本語を書かれた後藤真由美さんという方がいらっしゃいます。それではね、後藤真由美さんのご紹介を早速 VTR でどうぞ。マロトンガ、thank you。
後藤真由美さんでした。いやー、素晴らしいアーティストですね。世界をね、股にかけて活躍されてますからね。自然の中でこう、なんでしょうか、湧いてくるこうエネルギーみたいなものを本当にそのままね、キャンバスに取り込んでるなーっていう、そんな印象でした。素晴らしかったですね。ね、この絵にね、出会った時、私も本当感動して、もうすぐに連絡して、はい、この番組に出てください。いや、絵を貸してくださいということでね、お願いしたんですよ。直美さんの行動力も負けてませんね。すごい、次々、次々変わってる。次々変わってる。溶け込んでいきます。感動しすぎ、感動しすぎ。ちょっともう、一つになっちゃいました。もう、桜の花びらに見えませんでした？実はですね、今、はい、皆さんに見ていただいてる、この後藤真由美さんの日本画、桜の絵なんですけれども、はい、実はですね、これ、はい、絵はがきセットになっていまして、当番組ではですね、はい、すでに手元に購入してございます。さすがですね。やることが違うな。はい、そして今日の、ご寄付をくださった皆様へのプレゼントとしてご用意しておりますのでね、はい、皆さんね、ぜひ絵はがき希望と書いて、ホームページの参加するっていうところからね、申し込みいただきたいと思います。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしています。皆さんもこの絵を味わってください。そうですね。ゆっくりとご覧ください。はい。それでは次のパフォーマーをご紹介してよろしいでしょうか。はい、お願いします。次はですね、スペインからのご登場です。こちらも日本文化を発信したいと活躍されています。日本イベントコーディネーター、バレンシア着物クラブ障害担当の佐藤美希さんです。どうぞ。皆さん、こんにちは。スペイン在住の日本文化イベントコーディネーターの佐藤美希です。この度は、トンガと東北を応援する素晴らしいイベントにお招きいただき、ありがとうございました。11年前の東北の震災の際には、スペインの多くの方々に励まされ、多大なる支援をいただきました。大変感謝しております。そして現在、スペインのバレンシア地方で行われている展覧会着物でも大変多くの方々に助けていただいております。本日はこの機会を利用しまして、スペインの方々がどんなに日本の文化に期待して愛してくださっているかを皆さんにご紹介したいと思い、動画を作りました。どうぞご覧ください。こんにちは、皆さん、紹介します。バレンシア着物クラブの会長のミリアムです。こんにちは、私はミリアムです。ありがとう。副会長のアナさんです。
sido la más complicada a la hora de confeccionar el kimono interior? Que todo va hecho a mano, todo a punto muy pequeñito para que no se viese nada, no se notase, que no traspasase el hilo al otro lado para que no se viese absolutamente nada. Creo que era lo más complicado, era el jabal. ¿Todo confeccionado a mano? Todo hecho a mano. ¿Ni una costura máquina? Solamente llevo una costura máquina aquí, dos lados que unen y ya está. Todo. El resto, incluso para que no se vean las costuras ni nada, dobladito y todo cosito a mano, todo oculto, no se veía. ¿Y el obi? ¿Qué medida tiene el obi? 4 metros. 4 metros, que hemos empalmado varias piezas. Hemos empalmado porque la seda era estrecha, entonces la partimos por la mitad y unimos las piezas hasta hacer los 4 metros, juntando todos los dibujos para que casasen todos bien, y luego lo forramos por debajo de tartán, y luego también va todo cosido a mano. Todo confeccionado. Todo cosido a mano. Exactamente todo a mano. いや、スペインでも、もちろんなんですけど、今世界中でこの日本の文化や芸術が認められて人気になっているということ、いや、こうやって見てるとよくわかりますよね。本当に。いやー、なんかこう日本にいながらね、日本の音楽であったり文化に触れてますけど、私たちもその世界でね、活躍されている皆さんに負けずに、やっぱり日本からね、発信も頑張っていきたいなと思いました。佐藤美希さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今 MC の間で流れているのは女性津軽三味線ユニットアンミツの流麗という楽曲です。ところで浅野さん、はい、浅野さん、はい、浅野さん、はい、聞こえてますよ。ニューアルバムご発売おめでとうございます。 ありがとうございます。よくぞロンドンまで届いているとはびっくり。もう知らないわけないじゃないですか。だけ毎日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 発信してますからね。SNS ロンドンまで届いてた、よかった。はい、なんか私のね、名前もなんか入れていただいて、スペシャルさん、ね、そうなんです。いつもお世話になっておりますので載せさせていただきました。ありがとうございます、うん、はい、このアルバムはどういったアルバムなんでしょう。まさにですね、今回のテーマにも沿ってるのかなと思ってるんですが、サンキューライフというタイトルにしたんです。39でサンキュー、はい、やっぱりこれ共通言語ですよね。ありがとうっていう感謝の気持ちを、うん、僕はちょうど今年で39歳になるっていうところがありまして、人生をこう振り返っていくと、うん、本当にこう感謝の日々だなと思って、そんな思いをですね、全力で込めたアルバムになっています。はい、その中から何をやっていただけるんでしょうか。まさに今ですね、桜のこの花びらという感じがね、その雰囲気の、背景となっていますけれども、僕も一曲だけちょっと和のテイストというのがあって、桜再びという楽曲がありまして、そちらの楽曲はですね、何でしょう、何年経ってもまた会おうねっていう、そんな思いのこもった楽曲なので、今日は演奏させていただこうかなと思っています。わーいわーい、すごい楽しみ。はい、じゃあ浅野さん頑張って演奏してきてね。行ってらっしゃい。はい、行ってきまーす。楽しみにしてまーす。はーい。トンガの皆さんへ感謝と、そしていち早い復興を願って歌います。桜再び。さようならを告げたけど、また会えるような気がしていた。
ね、あ、目がハートになってる。本当ですか？目がハート嬉しい、ありがとうございます。はい、皆さんぜひこの浅野武文さんの新譜サンキュー、はい、ぜひご購入くださいね。はい、よろしくお願いします。今日ご寄付をくださった方にもね、はい、この CD がもうさっきからね、再三言ってますけれどもね、はい、当たるチャンスがありますからね。私も、はい、いいんですか、私の CD も。
嬉しいですね。当番組でですね、うん、購入させていただきました。 ありがとうございます。はい、はい、5000円以上ご寄付をくださった方の中から、抽選で CD をプレゼントさせていただいておりますが、ホームページのお申し込みに私のおねも CD が希望という場合は浅野武美 CD 希望と書いて送ってください。よろしくお願いします。皆さん、この番組を見て賛同してくださったら、ぜひこちらにご寄付をお願いいたします。まだ間に合いますので、プレゼントももちろん間に合います。4月11日まで受け付けています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてチャットにもどん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 、これ映ってるかな、チャットチャットにもどん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 コメントよろしくお願いします。お願いします。待ってます。待ってます。はい、さあ、私のお話もさせていただきましたけれども、聞くところによると、ナオミさんも新曲を出されるそうじゃないですか。聞かせてくださいよ。もう早くそれを聞いてよって。だよね。いつ聞いてくれるのかな、いつ聞いてくれるのかなって。私たちもずっとこう MC してますけど、本業としてはアーティストですからね。はい、はい、もう聞いてほしかったんですけれども、はい、聞かせてください。実はですね、明日発売なんですが、スマイルアットミーっていうね、笑顔の歌、スマイルアットミー2022を発売するんですけれども、まあ、今本当にね、この不穏な世の中、世界中のね、子どもたちの笑顔を写真をつないで、あのみんなでね、本当に笑顔になろう、幸せになろうという思いを込めて歌いました。今回は全盲の歌姫若菜さんとラムというね、ダンスグループの皆さんと一緒にコラボをさせていただきました。実はね、若菜さんにお話を伺っていますので、こちらをご覧ください。ここで素敵なゲストをお招きしています。若菜ちゃん、そして鵜飼千秋さんです。こんにちは。こんにちは。皆さんにね、ここ地球笑顔観測スタジオに集まってきていただきました。よろしくお願いします。お願いします。実はこのお二人には、新曲スマイルアットミーを一緒にコラボしていただきました。若菜ちゃんには歌を、そして鵜飼千秋さんにはダンスを一緒にね、お願いしたんですけれども、はい、ちょっとね、感想を聞きたいんですが。はい、そうですね、またすまな、ナオミさんのことと若菜ちゃんの声聞いたとき、みんなの笑顔なれてないかって思いがありましたけど、みんなで踊ることもまたきて、でどんがの噴火した時来ても自分ができるんじゃないかって思いがあって、一生懸命踊ることができてよかったです。よかった。楽しかったですか。はい。若菜ちゃんはどうですか。はい、あの一番最初にですね、聞かせていただいた時は本当になんかこう、私自身が自然と笑顔になれるような曲だなと思って、ぜひこの曲を歌わせてくださいってあの返事したんですよね。ナオミさん覚えてらっしゃいますか。そうですね、すぐにもう決まりましたよね、この歌を一緒に歌う、はい、なんかこう笑顔っていう言葉も私一番好きな言葉なんですけど、なんかこう、うん、あの楽しいから笑うだけじゃなくて、笑っていれば楽しくなるからっていう、その言葉が本当になんか今の社会に本当に大切なんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり、うん、あの生きてる中で楽しいこともいっぱいあるんですけど、でも辛いこととか、あとこの世界全体がなんかこうくぐもってしまう時とかあったりするんですけど、でもそれでもこう自分から笑顔になろうってこう思うことで、みんながこう笑顔の連鎖、笑いの連鎖になっていってくれたらいいなっていう思いが、本当に私はこの曲を聴いて強くなりました。なので歌わせていただきたいって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなあの心強い言葉をいただいて、私もとっても嬉しいです。若菜ちゃん、ありがとう。ありがとうございました。鵜飼千秋さんは一生懸命踊ってくれたんですけれども、はい、やっぱり笑顔になれましたか。はい、笑顔になれました。よかったです。はい、ありがとうございました。
私は東日本大震災が起きた時、そしてトンガで海底火山の噴火が起きたことをニュースで知った時、本当に衝撃を受けて自分に何ができるんだろうって思いました。でもこうしてナオミさんとつながってこのイベントに参加させていただけることが決まった時に、音楽でみんなとつながれるんじゃないかって思いました。なので一人でも多くの人と歌を通してつながっていけたらなって思ってます。起きたのはできたことないですけど、みんなの笑顔を応援してくれる皆さんと一緒に頑張ってつながってほしいと思ってます。はい、ありがとうございました。鵜飼千秋さんはラムというダンスグループのメンバーの一人として今日は来てくださいましたけども、本当はですね6名で参加してくださっています。ありがとうございました。ありがとうございました。東日本大震災の被災地の皆さん、そしてトンガの皆さんに2人の温かい心が伝わったと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。私たちもね、みんなを笑顔にできるようにまた頑張ろうね、一緒にね。はいはいはい、今日はね、本当に地球笑顔観測スタジオまで来ていただきましてありがとうございました。またね。ありがとうございました。バイバーイ。マロトンガ。笑顔まわれ、笑顔つなげ。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、笑顔になっていただけましたでしょうか。なっちゃったはい、さてここからはね、また浅野さんとともに、はい、地球笑顔観測スタジオからお送りしたいと思います。新スタジオはい、ここで世界中の皆さんの笑顔濃度を観測していきます。すごいでしょ浅野さん、最新鋭ですねこんなスタジオがあったとは。そう、もうね、あの福島県のプリンスウィリアムズパークはすごいんですよ。もう侮れない、侮れない最新鋭のこう、もう世界で1台しかないね、うん、笑顔濃度を観測できるスタジオがあるんです。昔はあの元気を集めるっていうね、ある主人公はいたんです、そういうねキャラクターはいたけど、笑顔を集めるっていうのはね、直美さんだけだねこれどうです、もうだん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 こう濃度がこう高くなってきてるの分かります。いや、それがさっきからも背中からもビシビシと笑顔めたものすごく今高まって、僕もずっと笑顔で、先ほどのスマイルアットミー2022なんですけど、はい、まあね、あの何回も言いますけども、5000以上寄付をしてくださった方には全員、はい、うん、もう手焼きですよ、しかも手焼きで焼きもう私が自分で焼いて自分でサインをして、うん、自家製で皆さんに、うん、もう漏れなくお送りします。すごい。もうナオメ嘘つかない。ああ、いや、それもっと嬉しいよ。なんかね、CD ちゃんとこう自分で焼いてくださったっての嬉しいですよ皆さん。しかもね、しかも、うん、今あのさっき聞いていただいたメインバージョンの他に、はい、リミックスバージョンっていうのをまだ非公開、うん、でも誰もまだ聞かせてないリミックスバージョンっていうのがあって、それも入れて。これはちなみに未公開のそのリミックスバージョンは本当は入んないんですよね。本当は入んない。うわー、すごい、それいいんですか、うん、まあもしかしたら何ヶ月かしたらそれが英語バージョンになって世界に配信するかもしれない、うん、じゃあ世界で先駆けて、しかもリミックスバージョン、これは絶対手焼き手焼きでね、嬉しいなはい、なのでね、皆さんふるってご応募いただきたいと思います。そして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 、うん、なんとこの番組が終わってですね、あのさっき見ていただいたあのミュージックビデオとまた違うバージョン、今度はですね、うん、ラムのメンバーが大活躍してるバージョンがあって、はい、それをですね公開しますからね、この配信が終わってすぐだから、皆さんこれが終わったらすぐ場所を移動して、うん、あの私の YouTube のところにのね、あの新しいところにね待機していただきたいと思います。はい、もうバンバン再生回数アップアップしちゃいましょうよろしくお願いします。ポンポン、ポンポン、あのこのね、皆さん CD ご希望の方、こちら、はい、説明がございます。そして QR コードございます。でどん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 ご応募いただきたいと思います。お願いします。それでは次をご紹介したいと思います。次は熊本ユースシンフォニーオーケストラの皆さんからのメッセージ動画が届いていますのでご覧ください。どうぞ。Morning has broken like the first morning. Blackbird has spokenFirst bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing, fresh from the world. Oh, oh, oh. Morning has broken.Morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from.一回乗って
の復興を祈っています。Thinking of you during this hard time. That must have been really difficult. I'm praying that things can return to normal quickly. オーバーハッピー! マロー、トンガ!いろいろなご縁があったんですね。うん、ね、ここでもこうやってね、つながってたんだなって思うとね、ちょっとこう胸がね、熱くなりますよね。そうですね。東日本大震災のみならず、このなんていうのか、日本とね、またつながってくださってる東芽の皆さん、本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。そして熊本ユースシンフォニーオーケストラの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次の方をご紹介したいと思います。はい。次の方はですね、もう本当に大御所です。松崎しげるさんです。本当にね、この方の声量、ねはさのさんも本当に圧倒されますよね。いやー、もう大ヒット曲、何度も何度も聴いています。はい。今日は松崎しげるさんから素敵な応援メッセージをいただきました。どうぞ。東日本大震災メモリアル、マロートンガ。直美さん、こんばんは。松崎しげるです。東日本大震災の時は、トンガの皆さんに本当にご支援いただきました。ありがとうございます。世界中のみんなが様々な協力をする。それは今必要だと思います。言葉は違えど、そう。何か起こった時、あの震災の時にトンガの皆さんがいち早く支援をしていただいたっていうのは今記憶に新しいです。そして海底火山によって津波が起こりました。その映像を僕たちは日本から見ていました。今度は僕たちがトンガの皆さんに支援する番だと思っています。うん、今このコロナ禍の中で大変です。でもそんなコロナにも負けない、そして震災にも負けない強い気持ちを持って頑張っていきたいと思っています。我々音楽関係ミュージシャンは皆さんを支援したいと思っています。頑張ろうって言葉は、でも強いて頑張りましょう。マロ、トンガ。いや、実は仙台にもね、たびたび足を運んで歌声を聞かせてくださって、本当にとっても温かで、そして今回優しくて力強いメッセージをいただき、本当にありがとうございます。応援もありがとうございます。本当にありがとうございました。もう本当感謝、本当感謝感激です。本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。松崎しげるさんからはですね、松崎しげるさんの大切なものという CD プレゼントがございます。こちらもね、はい、抽選で皆さんにプレゼントさせていただきますので、ホームページの参加するの方からね、ぜひぜひ皆さんご応募いただきたいと思います。はい。はい。実はですね、先ほど、登場してくださった龍馬くん、はい、うん、龍馬さんなんですけども、この松崎しげるさんの
事務所の後輩なんですよ。はい、そうなんですね。はい。うん、で、まあ、あの、先ほども言いますけども、今もかかってますけどもね、はい、このオーバーザレインボー、龍馬さんとね、真島さとしさんに作っていただきました。ね、うん、素敵な曲どうもありがとうございました。はい、素敵な曲ありがとうございます。はい。だんだんとね、佳境に向かっておりますが、はい。お待たせしました。ロンドンで私が一緒に時を過ごした大切なお友達を紹介したいと思います。小柳ゆきさんの登場でーす。今日はね、ゆきちゃんから素敵なメッセージ、それからね、昨年ヒューマンノートの皆さんと一緒に演奏してくれたこの曲も改めてご紹介したいと思います。それでは、小柳ゆきさん、どうぞ。トンガの皆さんからは東日本大震災の際に、たくさんの支援をいただいたというふうに聞きました。本当にトンガの皆さんの優しさに、感謝します。ありがとうございます。今トンガの方々は非常に、大変な中、生活されていると思います。不安がたくさんねあると思いますが、希望を捨てずに諦めないでください。日本からもエールを送ります。あれから11年、復興はね徐々に進んでいると思いますが、大切な方への思いは今も変わらないと思います。みんなあの日のことは忘れることもできないし、これからも心の中にあり続けていくと思います。世の中はですね、かなり暗いニュースが多いですが、あの明るい未来を信じて一歩一歩進んでいきましょう。直美さんの被災地の方々の気持ちに、寄り添って、精力的にいつも活動をずっと続けていくっていう、本当にあの大変なことだと思います。私もですね、できる限り、応援させていただければというふうに思っています。Above you, you should all be for crowd, and an old wind should begin to grow. Keep your head together. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running again to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, Sabine. Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They hurt you, you soon desert you. Take your soul if you let them. Oh, now don't you let them. Yeah. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running again to see you again. Spring, summer or fall, all you have to do is call.
ありがとうございました。佐野さん、ゆきちゃん、はいはい、綺麗でしょ。いやーね、僕もずっとね応援してましたけれども、直美さんいつ知り合ったんですか。もうね、ゆきちゃんがねまだ本当少女だった頃ですよね、うん、もう20年ぐらい前じゃないかな。本当にね、本当来た時は本当少女みたいな感じでね、可愛、はい、らしかったんですけども、うんうんうん、今ねすっかり本当しとやかなね、しなやかな大人の女性になってね、もう直美さんはね、はい、とても嬉しいよなんか親戚のおばちゃんね、親戚の方みたいだったけどもいや本当にね、しなやかに美しく、さらにこうますます魅力的ですよね、本当に、うん、これからねますますご活躍いただきたいと思います。はい、さあ次の方も直美さんとロンドンで一緒に時を過ごした方なんですね。うん、そうなんですよ、この方ね、はい、去年も来てくださいましたが、彼女のねロンドンレコーディングはですね、うん、デビューの時から6年ぐらいずっと、もうずっとねロンドンでしていて、一緒にね時を過ごしたんですけれども、うん、やっぱ彼女にはですね、みんなをこう巻きつけるとか引きつけるね、すごい魅力があるんですよね。すごい素敵な女性です。この方もね今日は素敵な弾き語りをご披露してくださいます。矢井田ひとめさんです、どうぞ。この番組をご覧の皆さん、そしてトンガの皆様、どうも、ヤイココとヤイダヒトミです、私はデビュー当時よくロンドンでレコーディングをさせてもらってたんですが、そこで通訳だったり、コーディネートをしてくれていたのがナオミちゃんで、ナオミちゃんのパーッとね明るい笑顔がこういつもスタジオ内を明るくしてくれていたし、仕事を離れたことでもね、例えばこう台所の使い方が日本と勝手が違ってわかんないってなったら、もうすごく丁寧に教えてくれたりして、もう本当にいつも、頼りにしてました。ナオミちゃん、ありがとう。さあ今日は、東日本大震災のお話ということで、いや本当にね、あれが地震が起こってすぐはしばらくは本当思考が固まってしまったというか、もう何をどう動けばいいのか分かんなかったですね。音楽にできることなんてあんのかなーなんてすごく落ち込んだりもしましたけど、でもこうしばらく経ってやっぱりね、こう世界がどんな時も音楽にしかできない役割があるっていうことを信じるっていうことが大事だなーって思って、こうまたライブ活動を、再開したりしましたね。であれからね結構時は流れて、流れましたけど、でもこう風化させない、忘れないことの大切さとか、あとはこう当たり前の日常なんてないんだっていうことをね、こう強く、再確認している、そんな日々です。東日本大震災の時にトンガの方々がたくさんこう日本に思いを寄せてくれたっていうことを、今回このお話をいただいて初めて知りました。トンガの皆さん、本当にたくさんの思いをありがとうございます。今日は最後にですね、どこかの誰かが少しでもちょっとパーッと明るい気持ちに、なれますようにと願いを込めて、My Sweet Darling という曲を少しお届けしたいと思います。
やいだひとみでした。またお会いできる日を楽しみにしています。エイコーどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや素敵な歌声ありがとうございます。もうね大ファンの一人としてですね今日も楽しみにしてましたけれども、矢井田ひとみさんですけれども2022年3月30日水曜日に Everybody Needs a Smile がデジタルシングルとしてリリースされますので、こちらもぜひ聴いていただきたいですね。ねえ、そしてですね4月3日より約5年ぶりとなる全国15カ所の弾き語りツアー、矢井田ひとみ弾き語りツアー2022ギター2歌を開催されるそうなのでね、お近くの皆さんぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。続いての方を紹介させていただきたいと思いますが、先日も仙台で非常に盛り上がったと聞いております、大活躍大先輩のミュージシャン紹介させてください。佐藤筑前さんです。目がハートになってる。ありがとうございます。目ハートになってます。目ハートになっちゃってますね。筑前さんなんですけれども、この東北はですね青森出身ということで、震災の時はなんと仙台にいらしたそうで、FM 仙台に2泊したんだそうです。ですのでね、被災をこの宮城県でされているということでありました。今日ご出演のアーティストの皆さんが昔からの仲間ということもあり、心よく今回のご出演を引き受けてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんお元気でしょうか。シングライクトーキングの佐藤筑前です。震災から11年、あの日ちょうど久しぶりのニューアルバムのリリースのキャンペーンでですね、それもキャンペーンの初日で仙台に訪れたその日に、地震に遭遇したということで、まあ仙台ではですねそこから2泊3日、滞在しながら様々な人にお世話になったわけですけれども、そしてまた僕は青森出身ということもありましてですね、仲間もたくさんおりますし、そこからも、まあ、11年が経ったということで非常に、いろんな思いがですね巡りまくるわけですけれども、まあ、自分なりにいろんな震災支援の活動はしてきたつもりではありますけれども、まあ、改めて、継続し続けるということを、これがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っていますね。そして今回、まあ、ウクライナの方でもですね、非常に切ない出来事が起きておりますけれど、まあ、世界を見回すとたくさんの出来事がアフリカの方でもそしてシリアの方でも相変わらずあるわけですが、まあそんな中ね、どうしてもこうテレビとかを賑わせてしまうウクライナの方に目が行きがちですが、トンガのですね、大噴火そして津波、被害というのは本当に僕らの想像を絶するような著しさがあるということで、実は東日本大震災の時には、世界で、トップクラスの支援をしてくれたのがトンガの皆さんということでね、まあ、そんなに豊かな国ではないと思うんですけども、そんな国々の中で、トンガがですね、自分たちの力、できる限りの力を僕ら、日本人に注いでくれたということで、まあ、今回、今こそやっぱりトンガの皆さんに、支援を向けるというのは大事なんじゃないかなというふうに思っています。どうしてもねやっぱりウクライナの方に目が向きがちですけれども、ぜひとも今回のトンガの噴火そして津波、そこを改めて、ネットなんかでもたくさんのね記事が載っておりますので、ぜひともどれだけの規模だったのかとかどれだけの被害だったのかということをまずは認識するというところからスタートしてみるといいのではないかなというふうに思っています。そして、もし気持ちが動いた時には本当に皆さんの寄付が少しでも多く集まることを希望して、おります。ということでございまして、佐藤筑前も
このプロジェクトをぜひとも応援していきたいなと思います。あ、浅野さん、これは夢、はい、ねえ、今日笑顔のあれだからさ、二人で笑おう、もう、でも最高、夢ですよ、ドリーム、ドリーム、come true。 発音が悪いけど本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうね、今日ね、本当に素晴らしいアーティストの皆さんがメッセージをくださって、本当です、我々ね、スタッフ一同、それから出演者一同、本当心から感謝申し上げております。もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、大鳥はこの方がお待ちです。誰だか分かりますか？もうね、この、配信始まってからもうすぐずっと こういう赤いものをね、こうスカーフを立ててお待ちです。あの人がまだだった。この人を忘れちゃいけません。はい、ミスターヒーローマジックです。マロトンガまた来ちゃった、また来ちゃった来たイエーイ青海さん、浅野さん、ヒーローさん、ヒーローさん、あ、でもどこにいんの？どうもね、今月でムーンマジックをやってるんだけど、はい、もう松本零士さんの力を借りて、うん、ちょっと新しい銀河鉄道魔法ワンツースリーっていうのがあるので、それで向かいます。はい、お待ちしてます。待ってますよ。どこからするんだろう。魔法銀河鉄道ワンツースリーゴー。来た、来た。はい、お久しぶり、お元気ですか？元気でーす。どうもありがとうございます。ありがとうございます。赤い、これ元気ですね。松本零士さんとはですね、全然、コラボしてこういう風にやってるんです。すごい、すごい、ワン、ツー、スリーでやってきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、今日イベント趣旨聞きましたよ。もう我がライオンズクラブ魔法界も全面的に応援してるんですけども、ちょっとこれは持ってきました、ご覧ください。魔法のことがあるんですけども、これちょっとチャック閉めますよ。でで、何も入ってません。これに、そう、直美さんの情熱の赤入れますね。あら、そして浅野さんの誠実な白、イエーイ、そしてトンガに対する感謝の気持ちを込めてボーンと気持ち入れました。はい、そうすると出てきたのが白と赤が、そうです。おー、すごい、おー、すごい、やったー、やった、ありがとう、トンガの皆さん、ありがとう、素敵素敵、ご覧ください。イエローが喜んで、ほら、カラーになった、あ、カラーになった、キラキラになってる。そしてこのハート、さすが、なんかハート良くないですか？うん、素敵、いい、ここから、ほら、ハート、ハート出てきた、ハート本当に出てきちゃった、すごい、ヒーローさん、さすが、さすがです。でも素晴らしいイベントとね、本当にトンガの方に感謝と、そして東北支援もね、ナミさんとも一緒に、浅野さんともね、本当に一緒にやって、そうそう、噂聞きました、あの青い鯉、青い鯉のぼり、あ、東北の皆さんでね、今なんか一生懸命されてる青い鯉のぼりプロジェクトです。魔法の池を持ってきました、イエーイ、そして魔法の釣り竿です。はい、鯉、鯉、鯉、あ、なんだ、なんだ、鯉が、鯉が、鯉が、どうですか、鯉が釣れました、鯉が出てきた、え、さすが、何これ、 OBS 魔法、本当に出しますよ、いいですか、はい、かかった、もうすごい光ってる、ちょっと大きい、お、光ってる、光ってる、でかい、でかい、でかい、大きいが出てきた、鯉が取れました、直美さん、浅野さん、すごい、やっぱりラストのマジックはミスターヒーロー得意なこの
トランプでいきたいと思います。ジョーカーは自転車に乗ってますが、ナオミさん、はい、これシャッフルします。上から何番目がいいですか？2番目。2番目。1、2番目、ここに行きますね。では佐野さん、はい、シャッフルしていきますので好きなところでストップって言ってください。はい、ストップ、ストップ。はい、一番下のカード今度取ります。はい、さあお二人が選んだカードは何か。さすがですね、トンガに、そして東北に感謝を込めて、はい、ナオミさんが選んだのは3、浅野さんは9。おぉ、サンキュー、サンキュー、おめでとう。サンキュー、マジック、本当マジック、これのヒーローエンターテインメント、飛んでた、最高懸命エールド、イエーイ、サンキュー、素晴らしい大取り、ありがとうございます。大取り、ありがとうございます。もうありがとうございました。縁をいただいたので感謝に縁に魔法をかけると、じゃじゃん、ミスターヒーローでした。ミスターヒーロー、ありがとうございます。楽しかった。なんかミスターヒーローさんの方からも視聴者の皆さんにプレゼントがあると伺っておりますが、もう本当に頑張ってる方に応援したい気持ちでこの魔法をやってるんですが、今子供たちやシニアの方、ビジネスマンにも大人気なフォーカードっていうのがあります。これはですね、1から8まで数字を揃えていくっていう本当に魔法のような脳トレなんですけども、これコロナ収束、今大変なんですけど皆さん、コロナもね、この収束に向かって頑張ることができるフォーカード、これ5枚1000円で販売してるんですけども、寄付してる方皆さんへ無料でプレゼントします。はい、太っ腹。ナオミさん、イベントに行かせてください。ありがとうございます、感謝申し上げます。ありがとうございます、ね、このプレゼントもう本当にね、ふるってご応募いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒロさん、今日は本当にどうもありがとうございました。楽しかった。会いましょう、また会いましょう、楽しかった。サンキュー、サンキュー、イエーイ、ちょっと指つった、開いたハート作ってたです、しました。すごい、ヒロさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、戻ってきましたね。あー、なんかね、終わりたくないなーという気持ちと、そしてトンガの皆さんにね、思いを伝えられたらいいなーってずっと思ってたので、本当に参加できてよかったなと思います、うん、トンガの皆さん、そしてね、やっぱり東日本大震災、まだまだ、避難されている方もいるというふうに聞いています、はい、一日も早い皆さんのね、復興と、それから本当に心を穏やかに過ごせる日が来ることを心からお祈りしています。本当に直美さんも、こういった企画作ってくださってありがとうございます。とんでもありません。まだまだね、これが終わりじゃありませんのでね、またまた続けていきたいと思いますので、はい、浅野さん、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、またまた最後になりますけども、今日たくさんのプレゼントをご紹介させていただきました。皆さん、各ね、アーティストの皆さんの CD、 それからさっきのヒーローさんのマジックグッズ、私や浅野さんの CD、 そしてね、サムライアパートメントさんが提供してくださいましたトンガの T シャツ、うん、これもね、全部プレゼントにさせていただきたいと思いますので、皆さんホームページの参加するの方からご希望の品を書いて、ホームを送りいただきたいと思います。そして皆さんの真心のご寄付をお願いしております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてね、本当にトンガの皆さんが一日も早く元気になるようにね、まだまだみんなで応援を続けていきたいと思います。今回のご寄付はですね、4月11日まで行っておりますのでね、皆さん、それまでね、ぜひご寄付の方にもご参加いただきたいと思います。そして今回お預かりしたご寄付は全額駐日トンガ大使館を通じまして、トンガの子どもたち支援として送らせていただきます。責任を持ってお預かりしますので、ね、皆さん本当にご支援よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、はい、いよいよ最後の曲になりました、はい、佐野さん、
長丁場ありがとうございました。いえ、本当にこういったチャリティー配信にね参加することができて本当に光栄でした。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんね、まだまだアーティストの皆さん心を合わせて世界平和をね、これから一緒に祈っていきたいと思います。はい、またお会いする日を楽しみにしています。楽しみにしています。それでは最後はこの曲でお別れです。東北のアーティスト皆さんと一緒に作りましたアワソングでお別れです。それでは See you。 今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご参加いただいたアーティストの皆さん本当にありがとうございました。メッセージをくださった皆さんありがとうございました。コメントをくださった皆様ありがとうございました。言える言葉の力
この番組に協賛ご寄付をくださった皆様、どうもありがとうございました。